おはようございます。3月7日第562回ポゴナカヤグマラジオになります。今日はね、ハイブリッドの色変わりっていうね、まあまさに僕みたいな感じ のハイブリッドも好きだし色変わりも好きなね、僕が飼ってるのにはちょうどいいカメなのかなというところなんですけど、いやなんか本当ね粒子みたいな色の抜け方をしている、草亀×イバーソンなんでね、もうなんかよくわからないですよね。ただミスジが入ってる感がほとんどなくて、まあ、南石はちょっと入ってるのかなって頭の色とかねその辺考えるとそんなような気がしてくるカメです。いや本当ね白っぽいなと思ってたんですけど、どんどん金色味が強くなってきてね、面白いなと非常に思っているカメです。まあ、餌食いも落ち着いてね、今は人工飼料を食べてるんですけど、突然餌食いが止まったりするっていうね不思議なちょっとカメなんですけど、ちょっとここにいると見えないんでね、いい場所に移して逃げちゃうかな。ちょっと今動きがないんでね、お尻だけになってしまってますけど、まあ肌の色見てもらうと完全にね、模様がない感じです。黒い模様も出てないので、まあ、本当粒子って言ってしまってもいいんじゃないかなというような感じですね。甲羅は若干茶色いんで、まあ、スーパーパステルとかねその辺を彷彿させるような色、まあ、その中でもちょっと薄いのかなという感じで、おそらくオスっぽい気がするので、あとは成長した時に骨化するかどうかっていうところがちょっとネックになってくるカメだなとは思っています。まあ、現状は本当白くてね、白いというか金色のカメですね。向いてくれるといいんですけど、よいしょ、正面から見るとこんな感じのね、まあ薄い黄色、まあ一応ゴールドっぽい感じにはなってますよね。顔出さないですね。ちょっと遠目から様子を伺ってみましょうかっていうカメ、まあまあ何回も載せているんで、もうね皆さんにも結構 X とかね YouTube の方で見ていただいてると思うんですけど、 HBM でね、購入させていただいたカメ、ああまたケツ抜けちゃいましたね。兄弟は腹が黒かったりとかしてたんですけど、こいつだけ完全にね色が抜けてて、まあ値段もまあそこそこしたんですけど、ただこんなのいないよなと思ったんでね、2、3週考えてで最終的に買ってしまいました。この頭伸ばしてる感じで見てもらっても、まあ、黄金の頭をしていますよね。素晴らしい感じ。首も黄色だしね、ちょっとすごい僕は気に入っています。なのでまあ骨化しないでほしいなというのが正直なところですよね。うん、こんな感じでちょっと明かりが入ってるんで白っちゃけて見えますけど、もうちょっと濃い感じですね色は。黄色みがもうちょっと強いイメージです。うん、肌も本当真っ白なんでね、本当これから色がシミが出てこないでほしいなって本当思うようなカメですよね。なんでここからどうなっていくのかっていうのを思いながら飼ってるんですけど、まあ飼育し続けていてね、確実に綺麗にはなっているので、なんか白っぽいまま行くんじゃないかなという予想が立っている感じです。お腹もねこんな感じで、模様がないですね。若干なんか茶色く見えるのはこれはもしかしたら汚れなのかもしれないですけど、息継ぎをしに泳ぎましたね。いや見事な色をしていると思います。そんな感じでね、今日はちょっとこのハイブリッドの色変わりっていうね、まあまたちょっと変わったカメっていうのをまた見つけてきてしまったなっていうのを当時思ったんですよね。まあ大正解だったなというふうに思っています。これからね本当このままのね成長してほしいなと思っています。多分 T プラスアルビノでもない、まあ、ヘテロで T プラスアルビノが入ってるようなことを言ってた気がするんで、意思としては持っているのかもしれないですけど、表現としては、ね、出ていないんですよね。だからこれスーパーパステルと何かが作用してこういう色になってるんじゃないかなって気がしてるんでね、面白いなというふうに思っています。まあこれは本当何かとかけて、だからスーパーパステル、こいつがオスになってスーパーパステルの、ね、草ダメのメスとかけたら何かちょっと、面白い結果が得られるんじゃないかなっていう想像はしているんですけどね。
まあ、ただ思ったよりちょっと成長が遅くて、スーパーファッスルはめちゃめちゃ速かったんですけど、こいつはあんまり良くないんですよねっていうところもあるんで、まあ、今後どうなっていくのかというのを見極めながら、育成していきたいなと思っています。さて、まあ、連日餌の話で申し訳ないですけど、まあ、あのいろんなお店さんがね、入荷しましたという話をしてくれて、でまあ、あのそれなりに売れてるよねってお客さんからの話もあって、まあ、最初の、ね、あの段階にしてみたら、まあ、特にうちみたいな、なんですね、営業力が弱い会社にしてみると、まあ、初速はかなりいいんじゃないかなというお話をいただき、本当皆さんが、ね、購入していただいて、そしてショップさんたち、ね、また皆さんも X で宣伝していただいて、まあ、そういうので、ね、ちょっとずつ認知されていってるのかなと思いますので、今後ね、もっと認知されて、まあ、亀の餌のね、選択肢の一つにしっかり加われるように、今後なってほしいなと、願うばかりです。まあ、そこがね、今一瞬だけ売れて終わるっていうよりはね、今後長い期間ね、あの餌はいいよねという話になって、まあ、使っていただけることになるのがナトエスだと僕は思っていますので、そうなるように頑張っていきたいなと思っています。今週末もイベントがあるみたいです。なんか3週連続東京であるとかって話でね、まあ、僕は一回もちょっとその東京のは行ってないんですけど、なかなか皆さんもお忙しくしているのかなと思います。そして僕はね、名古屋の方にね行くので、まあ、今腰がまあだいぶ悪いんでね、名古屋までにある程度回復させておかないと、ね、地獄の3日間を味わうことになってしまうので、そうならないように気をつけたいなと思って、生活をしています。まあ、もう亀もある程度いっぱいなんでね、これ以上追加するっていうのは考えてないんで、イベントでよっぽどの生き物に出会わない限りは買わないだろうなとは思っているんですけど、まあ何が起こるかね、わからないっていうのはね、間違いないので、何がね、イベントにいてるの、何が気になってしまってっていうね、まあ、この草亀だってね、全く買うつもりはなかったんですけど、あまりの素晴らしさにね、まあ、草亀じゃないか、ハイブリッドの亀か、購入してしまったという、ね、経緯があります。なんでね、その時にやっぱり出会いがあるとね、暴走してしまうっていうね、良くない傾向があるんで、気をつけないといけないなと、常に思っています。なんでね、本当カメって素晴らしいなと僕は思いながら、毎日飼育して、思ってるんですけど、ただやっぱり今腰が痛くなってね、一番思うのはやっぱり体が健康ではないとね、生き物の育成はできないっていうことでね、もちろん無理してやってはいるんですけど、正直辛いんでね、早く良くなってほしいなと思っています。水替えもバンバンやりたいんですけど、まぁ、ちょっとスパンを置きながらね、悪くなってるところから徐々にやってるような、まぁ、小亀に関しては毎日のように変えてるんですけど、大きい方はね、毎日というか、まぁ、汚れてすぐ変えるっていうのはちょっと今困難なんでね、1日1本とかそういう感じで絞ってやってしまってるんでね、亀に申し訳ないなと思ったりしています。なので、ほんと皆さんもね、健康には気をつけて、体を大事に。でそこが亀を大事にすることの第一歩なんじゃないかなと、本当に思っています。ということでね、まあ、今日もいろいろなちょっとお店さんに餌を、なんていうんですかね、おすすめしに行かなければいけないので、今日もね、腰を痛いのを我慢しながら頑張ってこようと思います。まあ、でも毎日ね、治療院の方に、ほぼ毎日のように治療院に行ってね、今、治そうとしているので、まあ、おそらく1週間程度でね、だいぶ良くなるのかなとは思っているんですけどね。ということで、皆さんも、風邪もひかずに、風邪もひかないように頑張ってほしいですし、体壊さないように、怪我をしないようにね、いろいろな面があると思いますが、体を大事に、してみてください。ということで今日はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。